終えたいでしょうね。長澤俊、ドリブルでボールを持ち出しています。石原直樹、試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。見事なクロスで得点も演出しました。今のはボールが上がった時点で勝負ありでしたね。素晴らしい武器を持っていますね。違うアングルから見てみましょう。ゴールが生まれたのは開始3分。ゲームが早くも動き出しました。パスをカット、いい読みでした。見事なテクニックで突破してきました。またもピンチか。またもゴールです。チームが追加点を挙げ、選手たちも嬉しさを爆発させています。見事なゴールでした。まだまだ試合は動くそうです。柴崎浩生、素晴らしい読みでインターセプトしました。現在この選手はサッカーファンの間で話題になっています。この人の引退を惜しむ声が相次いでいますね。はい、まだまだ現役でやれそうなだけに残念ですね。残された試合で有終の美を飾れるといいんですが。いやー、今日の試合も楽しみですね。そうですね、いい試合を期待しましょう。プレスを受ける。石原直樹、ボールを奪われました。ここはインターセプト。しっかり走り込んだ味方にスルーパス。さあどうする。中央へクロスが渡る。惜しい、クロスは結局合いませんでした。タッチラインを割りました。スローインです。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。これは見事に奪いました。中に入れた。さあ上げたい。ショート狙った。枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。自陣内で相手のマークに合っています。シュートを打った。コーナーからエリア内へ。クリアが小さい。オフサイドの判定です。相手ボールになります。狙える位置です。見事な視野です。可能性もありましたが攻撃至近距離からのシュートはキーパーが難なく処理しました。コースが甘かったですね。あのレベルのキーパーなら簡単にセーブしてしまいます。決まるか。よく止めましたがボールはこぼれています。タッチラインを割りスローインです。ここはボールをダッシュしました。いい位置です。ヤンヨンギ弾かれた。反応は今のシュートは枠に行きましたか。隙がなかったですね。
さあどうだ。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。クロスを上げたい。中央で受けた。決められるか。通った。いいカットです。ボールを奪いました。菅崎光成、いつもより滑っていく。石原直樹、うまくつないでいましたがここでボールを失いました。スコアは2対0。ここで後半戦が始まります。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。サイドのスペースが広く空いています。クロスを蹴るか。これは運がない。バーを越えました。判断は素晴らしかったと思いますが精度が足らなかったでしょうか。シモン・マテ・ジュニオー、ヤン・ヨンギ、何を狙うのか。キーパーが軽々とさばきました。これは見事なインターセプト。佐々木翔、稲垣翔、素晴らしい読みでインターセプトしました。止めたが抑えられない。さあどうなる。ここは押し出します。石原直樹、ゴールキーパーがボールを抑えた。いい形でゴール前まで持ってきました。稲垣翔、佐々木翔、体を当てて取る。奪った。ここまでのポゼッション率を見ればサンフレッチェ広島がボールを支配していることがわかります。問題はほとんどチャンスを作れ。スペースに見事なスルーパス。これを止める。なんという反応でしょう。素晴らしいセーブでした。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。この攻撃はここまでのようです。このパスはカットされました。来たか。クロスを低く狙った。これは見事に奪いました。カウンターのチャンス、仕留められるか。何をしてくるのか。そのまま前に進みたい。ここはキーパーがしっかりと抑えます。いい抜け出しだったんですが最後の詰めが甘かったように思います。ここに来て降り続いた雪の勢いが少し弱まってきました。はい、この寒さですがサポーターの熱気は相変わらずすごいですね。ボールを奪われました。ゴール前、期待も高まります。これはオフサイド。この判定は大きい。選手がピッチに入ります。柴崎光成、さあどうする。チャンス、ゴール。ボールがネットを揺らしました。まさに交代した直後のゴール。
いきなり監督の采配が当たりました。これは嬉しいでしょうね。さらに追加点、点差を広げます。相手の心を折るには十分な1点かもしれません。こちらのカメラからの映像です。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。河辺駿、マークを振り切った。強い当たりだ。富田慎吾、このホイッスルで試合終了です。今シーズン最後の試合が終了しています。福西さん、各チーム明暗が分かれるシーズンとなりましたね。はい、どのチームも来季に向けてさらなるチームの強化に取り組んでいくことになりますね。